どうもー、影やんです。今日は2021年3月22日月曜日ということでですね、1週間のこう始まりの方も多いかなと思いますね。仕事を始めと、1週間の仕事始めの方も多いかもしれないんですけども、僕はですね、ちょうど半分折り返し地点になりますね。1週間の中で言うとですね、金曜日から金土日とね、こう仕事をさせていただいて、月火水と後半に入るということで、ちょっと気分的にはね、ちょっと月曜日っていうのは僕は結構好きで、楽な気分になるというかね、ちょっと気持ちが軽くなるような、曜日が月曜日ということにこうなりますね。でこれまた刈り取った後のキャベツの、後なんです。この後ね、何を育てようかなというところですけども、まあまあそうですね、何がいいんでしょうかね、ちょっとわかんないですけど、去年はね、最初ね、この野菜の一番最初にやったのがキュウリなんですね。でキュウリをこう育てるところから野菜作りっていうのが始まりました。でキュウリがこう一本育ってですよ、おーって言って、それで食べたのを思い出しますね。その初心に帰るのか何にするかちょっとわかんないですけども、何かを買いたいなというふうに考えております。ということで今日も張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。